地理領南極地理が主張する南極大陸の部分の地図地理領南極とは1940年以来地理が自国の領土と主張している南極大陸の一部領域である南極点を中心として成形53度から成形90度の間南位60度以内の線形の範囲からなり成形53度から成形80度までは イギリス領南極地域と、成形53度から成形74度までは、アルゼンチン領南極と、部分的に重複している。この地域には、南極海のサウスシェトランド諸島、南極半島とその周囲の島々、南極大陸本土のエルスワースランドなどが含まれる。面積は125万平方キロメートルに達している。 その範囲はチリ内務省が出した1940年第1747号布告で規定されており、当該範囲内の棚氷、島、入り江など、未知のものも含めてすべてチリの領土とされている。ただし、チリの主張は国際的には認められていない。また、チリも締約している南極条約によって南極地域における領土主権、請求権は凍結されている。 チリの南極領土主張は、スペイン人公会社やチリ人が大航海時代以来言ってきた南極海探検などの歴史的経営、様々な法的根拠、及び南極半島がアンデス山脈の延長であるという地理学的根拠などからなっているが、1961年に発行した南極条約をチリも締結しているため、占友の拡大や軍事占領。 領有範囲の拡大などの実力行使は控えられている。チリは平和的な科学調査を他国と共同して行い、チリ領南極の範囲である南極半島周辺には多数の国が観測基地を置いている。しかし、チリ政府は南極条約により領土紛争が凍結されただけで、チリの南極領土に対する主権自体は無効になっていないとしている。 16世紀から17世紀にかけ、マゼラン海峡周辺を領有した、スペイン人は、仮説上の南方大陸を求めて、南極海方面への探検も何度か行った。1603年には、ガブリエル・デ・カスティージャが、ペルー副王の支援の下で、バルパライスを出て、嵐の海へ乗り出し、南位64度ほどに達した後白い山々を、見ている。 彼の先駆的な南極探検は長らく忘れ去られたが、おそらくサウスシェトランド諸島を見たのではないかとされる。チリの南極への主権宣言を記念する切って19世紀諸島には、南氷洋でのクジラ、アザラシ、ペンギンの狩猟が盛んになり、独立したばかりのチリ政府もサウスシェトランド諸島などへの狩猟公開を支援し、漁業、捕鯨などの会社がチリでも誕生している。 一方1820年には欧米諸国が相次ぎ南極大陸を発見しサウスシェトランド諸島は19世紀から20世紀諸島にかけて各国の南極探検の基地となった。チリ政府は1906年頃から南極大陸での領有権確立に向けて隣国アルゼンチンと交渉を始めたが条約などは成立しなかった。 イギリスは1908年に南位50度以南、成形20度から80度の南極半島を含む地域の領有を宣言するなど南極の領有権は徐々に衝突し始めた。1939年1月14日にノルウェーが0度から成形20度までの地域の領有を宣言し、これに対し同地域の探検を盛んに行って領有を模索していた。 ナチスドイツも1939年1月19日に、統計20度から整形10度を、ノイシュバーベンラントと名付け領有を宣言した。こうした、ノルウェーやドイツの主張は、チリ政府を刺激した。ペドロ・アギーレ大統領は、チリ領南極の範囲の確定へ向けての活動を始め、9月7日に、南極権益の特別委員会を設立した。委員会は、 歴史、国際法、地質学、外交関連の調査を開始し、1940年11月6日の、布告1747号で、地理領南極の範囲を宣言した。地理の範囲主張の根拠の一つは、大航海時代にスペインとポルトガルの間で地球を分割したトルデシリアス条約であった。一方、サウスオークニー諸島に対するアルゼンチンの主張、 勘案して、計五53度より先は断念した。アルゼンチンは1940年11月12日のメモで、チリ政府に対して公式に抗議し、チリ政府の南極領有布告の拒絶と同じ範囲に対する領有権の主張の可能性を主張した。イギリスも1941年2月25日に反対の意を表した。 ガブリエル・ゴンサレス・ビデラ大統領は1948年にヘネラル・ベルナルド・オイギンス基地を訪問した1942年1月にはアルゼンチンが成形25度から成形68度24分までの南極の領有権を主張し1946年9月2日には布告8944号でアルゼンチン領南極の範囲を 成形25度から成形74度へ拡大した。さらに、1957年2月28日の布告2129号で、成形25度から74度、波60度以南の領有を確定した。これは、地理領南極の範囲と重なる結果になった。地理もこれに対し南極基地を置いて、主権の根拠とすることを考え、 1947年にグリニッジ島に基地を開設した。翌1948年には南極半島にヘネラルベルナルド・オイギンス基地が完成し、ガブリエル・ゴンサレス・ビデラ大統領が訪問して一国の元首として初めて南極の地を踏んだ。1948年3月4日、対立していたチリとアルゼンチンは相互協定を結び、 25度から90度の間にある互いの南極領土を法的に他国から守ることにした。1953年には国連でインド代表が南極の国際化を訴え、南極に領有権の歴史を持たない諸国が賛成を始めた。当初、チリのインド大使はネルー首相に対してこの考えを取り下げるよう説得している。 1955年5月4日には、イギリス政府がアルゼンチンとチリに対して、国際司法裁判所へ訴える前段階として、それぞれの国の法廷で、南極領有権主張の無効を訴えて、裁判を起こしたが、両国で、却下されている。1958年、アメリカ合衆国のドワイト・アイゼンハワー大統領は、南極問題解決のために、 国際地球観測年の会議へとチリを招いた。1959年12月1日、チリもついに南極条約に調印を行った。こうして南極領土問題は凍結へと向かっている。1977年、チリのアウグストピノチェト大統領は南極を訪問して領有権を主張した。これに1978年にアルゼンチンは、 南極に妊婦を送り込んで、南極生まれの子供を出産させることで報復した。対抗して、チリも、妊婦を南極に送り込んで1984年に、出産させたファンパブロカマチョウ、シーの南極生まれの子供であると主張した。2003年には、チリとアルゼンチン両国は、チリのオイギンス基地とアルゼンチンのエスペランサ基地の、 中間地点にアブラソデ・マイプーという名の共同シェルターを建設した。アブラソデ・マイプーとは、アイルランド系チリ人の将軍、ベルナルド・オイギンスとアルゼンチン人将軍、ホセデ・サン・マルティンが、マイプーの戦いで共同して、スペイン軍を破り、チリ独立を確かなものにした出来事を指す。南極半島北端のパラダイス湾にある、夏季観測基地ガブリエルゴンサレ・スビデラ基地。 チリ国旗の慶応大の周りにペンギンが集まるチリは以下の4つの高級基地を南極大陸とその周辺に置く。これらは通年観測を行う。このほか季節限定の観測基地を南極大陸の各地に置くほかエルズワース山脈にも観測基地を置く。夜のビジャ、ラスェストレージャスの街、チリ領南極全体は 行政的には、マガジャネスイデラ・アンタルティカ・チュレーナ州のアンタルティカ、チュレーナ県に二つある、コムーナのうちの一つである。このコムーナは、アンタルティカと称する。アンタルティカの蝶は、実際には、アンタルティカ・チュレーナ県の本土側のコムーナ、カボデオルノスの蝶が兼務している。1955年6月17日の法11486号で、 チリ領南極地域は、マガジャネス州の管轄下に置かれ、1974年7月13日には、マガジャネス州が、マガジャネスイデラアンタルティカチレーナ州へと、再編されている。アンタルティカというコムーナは、1961年7月11日に、形成された。当初は、マガジャネス州に属したが、マガジャネスイデラアンタルティカチレーナ州への、 再編によりその管轄下となり、1975年11月4日に、アンタルティカチレーナ県が創設されその一部となった。2002年の国勢調査では、住民は130名となっているが、それ以後人口が増加し1000人ほどになっている。チリ領南極で最大の人口を抱えるのが、キング・ジョージ島にあるアンタルティカコムーナの中心地、ビジャ。 ラス・エストレージャスである。隣接して、地理空軍の通年観測基地、フレイ・モンタルバ基地があり、滑走路もある。この滑走路は、キング・ジョージ島に集中している8カ国の南極観測基地にとって、物資補給のために、死活的な役割を果たしている。ビジャ・ラス・エストレージャスには、町役場、ホテル、デイケアセンター、学校、研究所、病院、 郵便局、銀行などが置かれており、世界各国からの南極観光の拠点にもなっている。同じくキングジョージ島には、プロフェソール・フリオ・エスクデロ基地もある。チリ外務省所属のチリ国立南極研究所が管理する、この基地は、チリの南極観測、科学研究の中心である。グリニッジ島にあるカピタンアルトロプラット基地は1947年に、 開設されたチリ最古の南極観測基地である。2006年3月1日までは、チリ海軍が管理していたが、地元のマガジャネスイデラ・アンタルティカチレーナ州に移管された。2004年2月までは、通年基地だったが、その後は柿の実の電離層、気象観測基地となっていた。再度通年基地として強用する計画もある。 チリが唯一南極大陸本土に所有する高級基地であるオイギンス基地は1948年2月18日に開所した。半島北端から西岸をやや南へ進んだコバドンが港にあるこの基地はアンタルティカコムーナの公式の中心地であるが人口はわずか16人しかいない。ありがとうございます。